どうも、ミュートです。ですね、今回は前回に続きですね、2段目なんですけども、そうですね、パンツの選び方ですね。多分前回の最後の方に告知をさせていただいたんですけども、僕が、意識して、ここを意識して選んでるパンツの選び方ですね。はい、そちらをちょっとご紹介していきたいと思います。はい、ですね、一応大きく分けて4つあるんですけども、まず1つ目ですね、ウエストが紐で縛れるもの。はい、次は2番目です、股髪が深すぎず浅すぎないもの。はい、3番目ですね、ストレッチ性が効くもの。はい、最後の4番目です、裾を引きずらない長さ。はい、一応この4つを意識して僕は購入をしてます。一つ一つですね、細かく解説しちゃうとすごく長くなっちゃうので、簡単にまとめると、一応ウエストがこう紐で縛れるものというのは、ダンスも初心者の、もうダンス始めたてですね、ダンス始めたての時はもうスウェットとジャージがもう友達みたいな感覚で踊ってて、なのでやっぱ紐でこうギュッと縛ることの方がすごい慣れてしまって、逆にベルトループがあって、こういちいちこう通さないといけないものがちょっとあんまり好きじゃないっていうのがあって、あとウエストがゴムのものだったりとか、そういうものの方が僕はすごい動きやすくて好きですね。ちょっとこう姿勢を低くした時とか、こうお腹をこうグッと丸めた時とかに、ベルトループがあるものだと、あれってもうガッと伸びないじゃないですか。なんでお腹がこう、姿勢によってこう苦しくなる時がよくあって、それでちょっとゆとりを持たせたくて、なるべくウエストにこうゴムがついてたりとか、紐で結べるもの、やっぱ紐の方が調節もしやすいんで、あとはもともと紐の方がそのゴムが入ってるんで、やっぱ楽なんですね。基本的には楽して踊りたいみたいな感じです。はい、2番目なんですけども、一応股髪を気にされる方はどうですかね。僕の周りにはあんまいらっしゃらないんですけど、やっぱしこうパンケーキですね、ポップやってるとこう、よく僕がやる、これが僕だとしたらグーみたいな、地面とちょっと平行になるやつをパンケーキとかのマトリックスって言うんですけど、それをやった時に足をこうちょっと開いた状態で下がるので、股髪がちょっと深すぎたり浅すぎたりすると、ちょっときついんですよね。はい、なのでそこを結構気にしてます。なので試着とかした時に、僕結構試着室でちょっと恥ずかしいんですけど、屈伸運動したりとか、大きく股をこう開いて屈伸運動したりとかして、なんかその時の引っかかり具合で、あ、このパンツ俺に合ってる股髪だなみたいな、股髪に関してはちょっと感覚でしか選べてないんですけど、もし試着される時はしっかりとこう足を屈伸させたりとか、大股にこう開いてちょっとしゃがんでみたりとかしてください。はい、3番ですね、ストレッチ性が効くものなんですけど、これは多分前回の動画見てる方は分かるかと思うんですけど、やっぱりストレッチ性が効いた方が動きにこう、ストッパーがかかんないんで、やっぱそっちの方がいいかなと思います。あえてこうストレッチ性が効いてないけども太いパンツを選んでしまうと、やはりこう効いてないので限界がちょっとあるんですね。なのでちょっと細くてもストレッチ性がすごい効いてるやつの方が動きやすかったりします。はい、あとはですね、ストレッチ性が高いものを選ぶ時の、注意点なんですけども、結構メーカーによって変わってくるんですけど、結構摩擦に弱かったりとか、ちょっとこれ踊ってて風呂入ったら破けんじゃねえみたいなやつが結構あって、そういうものはもうちょっと触って、見ないとわかんないかなーなんですけど、ちょっと伸ばしてみて、これちょっとやばそうかなみたいな感じで僕は選んでますね。なのでストレッチ性をちょっといいな、あ、
これめっちゃ伸びんじゃんみたいなもの見つけたら、ちょっと踊ってる風な自分をちょっと想像してもらって、風呂入った時とか破けるかなこの生地みたいな、ちょっと薄すぎるとちょっと多分やばいので、はい、そこだけ気をつけていただけると嬉しいです。はい、4番ですね。これも多分前の動画で出しましたなんですけど、まあそうですね、裾を引きずらないっていうのはやっぱかかとがですね、こう引っかかりがないっていうことなので、まあその面でのこう安全面だったりとかもあるかと思います。あとはやっぱ太すぎる、まあ、ものとか、割とこう結構太めのスラックスとかすごいシルエットが綺麗に見えてかっこいいんですけど、あれがこうまあやっぱこれが細くなくてこれが太いんで、やっぱ足のこの幅よりも結構いっちゃってる部分があるんで、そういう時にこうちょっとつま先を上げたりすると、ここの裾がそのまま地面にスチャってついちゃう場合があるので、そういう部分でちょっと、まあ、汚れちゃったりとか、かかと引きずって危ないとかでもあるんで、なるべくそうですね、裾を引きずらない長さを選んでいただけるといいかと思います。はい、そしたらですね、ちょっと次の動画はチノパンですかね、またユニクロさんでちょっと紹介させていただこうかなと思うんですけど、めちゃめちゃユニクロ愛用してるんで結構 GU とかも使ってるんですけど、はい、ユニクロと GU はもう本当にお世話になってますみたいな感じですはい、ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。